と来たけどな。はいどうも、ネーベルリッターです。黒い砂漠をプレイしていきます。今回は貿易編ですね。初貿易ということで、ここハイデルから物を購入しまして、まあ最初の村の名前、ベリア村だっけ、うん、そうだな、まで、輸送していきたいと思います。盗賊の出るルートとかあんまりよく分かってないんだけど、大丈夫なんだろうか。馬車がいっぱいおるな。すごい人口密度なんですけど、いや違う、住民じゃない。貿易管理だね。はい、貿易品とりあえずなんか購入する。購入しないといけないよね。どうやって購入すんのこれ。ノー。価格交渉とかあるんだ。なるほど。さて、ちょっと待って、相場状況表。相場状況表じゃん。相場状況を調べないとね、まずは。ちょっと待ってよ、前回どうしたっけ。まあね、重いのばっかだよね。会話交流じゃない。ああ、古代のやつもこれ販売できるわ。販売。とりあえず、やってみたんですけれども。これはそうだそうだ、ハイデル供給箱、相場表示、行動力が必要っていうのはなかなかね。どっちがいいんだろう。ちょっと待って、ボロドニョワイン、これはどうだ。ベリアブラ 101%。 105%。 西部警備キャンプで売るのが一番いいのか。なるほど。とりあえず原価593か。他のもハイデル救急箱、せっかくなのにね、ベリア村まで運びたいよねっていう。バレノス自治領、セレンディア自治領、まだそんな遠いとこまで行ってないからな。純度の高い、まだ取引できないのが多いね。ハイデル騎士武道教本をとりあえずやっていってみるか。カートに追加。現在の手持ち金がですね、6078なんで、そこまで
ていうか、これ。ちょっと待って。重さは？在庫11個って書いてるね。カートに追加しよう。1、2、3、4、5。とりあえず5。5個。OK。で、これすべて購入でいいのか？ぜひお願いします。距離が遠すぎる。なるほど、そんなんあるんだね。持ってくるよ。うちのロバは、ちょっと待って、呼んだ方が早いな。よいしょ。よし、来た。ここぐらいならまあいいんじゃないで。じゃあね、この生えてる騎士武道教本とやらを OK ですよ。違う、カートに追加。値段下がってる。さっきよりなんか下がってるような気がするんだけど、ちょっと待って、クリア6個にしてみよう。重いなぁ、重量。全て購入します。イエス。まだ遠いの。ちょっと待って、もうほんとこの近くまで呼び寄せないといけないんだね。5個。はい、違う、5個じゃない。さっきも同じ間違いしたな。6個だね。すべて購入。はい、ぜひ。よし、積んだね。積んだよね。よし。おーおーおー、なるほど。すごい荷物だ。さて、では、こっからまあ、ベリア村までの、ベリア村までの旅なわけですけれども、カイドウをバカ正直に取ったら、盗賊に襲われるとか、そんなんあったよね。呪いな、ほんとな。これじゃ盗賊来ても逃げられないぞ。とりあえずベリア村までのルートだけは表示しとこう。よいしょ。さて、これ積み荷をさ、全部奪われたら俺の全財産吹っ飛んでくんですけど、しまったな。6個とか買わない方が良かったかもしれない。お願いだから盗賊現れませんように。とりあえずね、一応これ T でやったらオートランは微妙かな。やっぱりオートランでやったら敵現れたりするのかな。とりあえずまだここら辺は大丈夫。あのなんか山道とか危なさそうじゃない？大丈夫なんすかね。とりあえず頑張ってみますけども、
まだここら辺人口密度がというかほぼいるのは NPC ばっかですけどね。旅の行商人とか、あとなんか流れの兵士さんっぽいやつとか。あ、反対に行っちゃうの？できれば俺の進行方向に行ってほしかったな。そこの人。おっとごめんよ。ていうか、肩がぶつかるのなんかちょっと感じ悪いよね。感じ悪いというか。我関せずで言ってますけど、今のところ。結構ね、当たり判定が広いというか。大荷物やな。教本しか積んでないはずなのに、まあこんなもんか。明らかになんか教本じゃないものも積まれてるんですけどね。なんか布というか絶対気のせいじゃないだろこれ。さてまだ道中は半分も来ていないな。できればこのまま盗賊とか出会いませんように。なんかこの崖の上とかがパッパッとか言って降ってきそうじゃない？なんかこう漫画とか見てたらね、そういうの。暇やな。とりあえず今は T で進んでるけど、 T というか T ね、キーボードの T を押すと一応オートランなんです。オートランというか自動ルートのね、この光の線の通りに進むという。雨が降ってきたぞ。ごめんよごめんよ、ちょっとそこ通りますよ。よいしょ。みんなね、結構このまあ身軽な人たちはそのまんまキーボードの T ボタンを押してオートランで進んでね、こっちもその通りに進んでるから結構肩がぶつかる率が高いと。なんか煮干しみたいの積んでなかった？今のすごい気になる。あれ、これ歩くのと変わる？ちょっと待って。あ、そうか。なるほど。これ積んでるとダッシュとかできないのね。あー、なんかここなー、こっからがなー、なんか森の中だからな、不安と言いますか。結構ね、輸送する人とか森のというか街道のど真ん中通ってたりするんだけどね、襲われないのかな。なんだって？カルペ読んで、あ、なんか、そうか、貿易始めたからああいう表示も出てくるようになったんだね、きっと、おそらく。ゴブリンか、ゴブリンというかインプか。驚かせんなよ、ちょっと怖いだろう。よいしょ。盗賊は一体どういう感じで出てくるんだろう、というかどういう条件で出てくるんだろう。これもちょっと調べとかないといけないな。多分なんかオートランずっと使い続けたらとか、なんかそんな感じのやとは思うんだけど、今んとこ何事もなくなんかつけそうな感じがするな。というか盗賊の出るマップね、とりあえずここに一つこれがあるんですけど、あ、ここにもあるわ。なるほど。とりあえずこのルートは安全なわけ。
かな。あのマークがあるところが、盗賊出てくるところ。うん、よくわからない。これは後日というか近いうちに調べとかないと。本当いざ襲われて全財産失ったとかシャレになんないからね。なんだあの人早い。だいぶなんか熟練度が上がってる馬かなんか使ってるな。いやー君、ハイデルに行くときも見たね。まだ壊れてんのかい。というかゴブリンさんがなんか直してるっぽいんですけど、なんかこの世界じゃね、ゴブリンがなんか人間の下の下働きっていうイメージだよね。奴隷かなんか。かわいそうな立ち位置です。その代わりになんか普段普通の MMO とかで、ゴブリンがいる立ち位置には多分インプがおそらくそれに該当するんだろうな。ゴブリンも種族として受け入れられてるっていう、そんな世界か。さあベリア村まで着いたぞ。あとはこれをどうすればいいんだ。とりあえずここまで乗せてきたのはいいんすけど、どっか売れるとこあんの。ちょっと待って、貿易管理人というか、待てよ、雑貨、ちょい、なんか何もないっすよ。売れるところ。月笠旅館。違う、月笠旅館別に泊まる必要はないぞ。交易拠点どこよ。貿易拠点ありますね。せっかくここまで運んできたのに、一体どこぞなまし。材料商人ブルビオ。そっちか、そっち。村長だね。別に村長に用はないぞ。こういう時はプレイヤーの動きを見るんだ。荷物を積んだ馬車とか馬がどこに一番多く止まってるか。まあここだよな。あったー、貿易管理。近くに止めておこう。というか馬だらけっすよ。ちょっとちゃんと見える位置に止めよう。よいしょ。大変だねー。貿易、はい。衣類、キツネ。これで、何度も行き来して、なんだね、きっと。105%。まあ、ちょっと、ボーナスがあるね、っていうところかな。価格交渉。行動力を5消費して、価格交渉を開始します。ほうほうほう、なるほど、やってみよう。下のボタンを押して駆け引きを開始してください。下のボタン。相手の機嫌に逆らわずに慎重に駆け引きする。強い印象を見せて自信を持って駆け引きする。これ、どっちやればいいの？何も事前知識ない状態で開始してるんですけど、これどっちが正解なのかな。とりあえず最初は強い印象を見せた方がいいのかな。
勢いが強すぎる。落ち着いて。はい。よいしょ。慎重に。あ、駆け引き失敗になってる。これどうなったら。もう一回だ。相手の機嫌に逆らわずに。よいしょ。強い印象。お駆け引き成功きた。交渉ボーナス適用。なるほどね。だいぶ上がったわ。とりあえずこれで売っちゃおうか。全体の販売。よろしく。7682になったね。なるほど。行動力は大事だな。行動力相変わらず、あ、もう2しかねえよ。なるほど。前回ちょっと無駄に買ってしまったこれが結構大活躍になるのかな。まあこれ15回復だから使い切ってやった方がいいな。貿易管理、はい。ちょっと待って。別の人に話しかけてる。乗るんじゃない乗るんじゃない。R。R だから。こっちだね。貿易で活路を見出すべきです。村長も同意しています。じゃあね、次は、何を買おうかな。錬金術の赤試薬。赤の試薬相場、ちょっと待って。ベリア燻製チキンとかあるよ。ベリア産クリスタルガラス。バルタリの奇妙な冒険。絵本か、これ。赤の主役ね。ちょっとこっちを。こっちは錬金術師の青主役。こっちは、ああ、そうか。購入条件、冒険じゃない。貿易見習い、レベル2以上だから、まだ買えないっていうことね。なるほど。じゃあ、まずはこっちか。オルビア村、ロッチアン農場、西部警備キャンプ。ロッチアン農場かな、これは。これ高く売れる。 150% だよ。 150% これいいんじゃないでしょうか。これ買うべきだ。貿易ね。はいはいはい。7個、在庫7って書いてる。最大数量よろしく。買ったよね、今。なんか、出たけど。よいしょ。なんか、しょぼいというか、後ろに乗ってるの。だいぶなんか、グラフィックというか、外観が、変わってますけど、これはどういうことだね。あ、これ、やっぱ始めとくべきだね。貿易うまいわ。そして、多分、俺様が行くぞってなんかガキ大将的なやつがかけていきましたけど、多分、これがおそらく、盗賊のマークだよな。じゃあ、ここら辺はなんかないから、大丈夫なのか。とりあえず、まあ、オートランで進んでみますかね。ちょっと待って。ちゃんと書いてるよな。バッグを開ける。赤試薬。はい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 。
ちゃんと積んでる。ちょっと待って、これ。そうか、1スロットになんか、ここ、右、これの右下ら辺になんか、数字が出て、1、2、3、4とかじゃなくて、スロットに1個か、これ。あー、なるほどね。よし、じゃあ戻ろう。あれ、走れる。どういうことだ？あ、これ軽いからか。なるほど。戦闘区域に突入しました。これをね、どんどんやり取りして、お金を稼いでいって、ついには馬車を買うと。そういうことですね。軽い軽い。やっぱ運ぶものによって、まあ、軽さというか、速度とかも変わるのかね。どうなんだろうね、これ。一応ね、これ健康的なロバ。普通のロバより積める量が多いっていう3万ゴールドのロバなんですけども。軽快に進んでおります。そしてさっきからなんか闇の精霊が鬱陶しいな。鬱陶しいというか、クエストがあるのが分かったから、まあ落ち着きたまえよ。後で相手を知って差し上げますから。というか何のクエストが出たんだろうね。闇の精霊って言ったらほとんどが戦闘系のクエストばっかだからね。まあ今のところ貿易を進めたいわけですよ。お金をゲットしたい、お金を。お金をゲットして、ゆくゆくは、こんな人の、今の人みたいな、馬車が欲しい。馬車とかも、襲われたら馬車ごと奪われるのかな、もしかして。まさか、再購入とか、そんな事態にはならないよね。あ、なんか、御車台とかに座ってみたいね、これね。すごくいい、すごくいいですよ。ごめんよ。ちょっとそこ通りますよ。馬車やな。あのなんかだいたい黒い砂漠のロゴが入ったあの大型の馬車はあれっすね、何頭も引く馬とかロバを買わないといけないんだろうか。見た感じ4頭ぐらいいるしね。あれ、ごめんよごめんよ、ちょっとそこ通りますよ。ギュッと緩やかなカーブやな。大丈夫、盗賊は出てこない。今んとこ盗賊は出てこないということは。よいしょ、もう警備キャンプまでたどり着いたんじゃない？北部警備キャンプ。この人も運んでるね、同業者というか貿易してる人がほとんどだからな、今のところ。いろんな人がやっぱ行き交ってますよ。もうそうそう、日が暮れそうだ。ゲーム内のね。よし、戻ってきました。ハイデル。ハイデルにまで安全エリアに侵入しました。もうここまで来れば安心だ。安心ですね。違う、こっちじゃない。よいしょ。貿易のところに行かなくては。大渋滞ですよ。まあ、貫けるからいいんですけど。馬車がすごいことになって、さらに混雑度が増したっていうか、カオスすぎるわ、ちょっと。よくわかんない事態になってますよ、これ。訪ねてきたということは、金の匂いを嗅ぎ分けることができるようだわね。嗅ぎ分けてきましたけど、行動力が4やな。これもうちょっとやれば価格交渉ができるんじゃない？
化学交渉をしよう。ああでもそうだ、せっかくだからこれを使おう。行動力競争剤、よいしょよし、オッケー。もうカオスすぎるなこれ。よし、じゃあ、だいぶ高くなっております。価格交渉でさらに釣り上げて、さっきと同じ感じでいこうか。そろそろ反応を見せ始めた。よいしょ、2位の方向によくリードしている。おっ、やった。まあ一回成功すればいいかな。これだいぶ高くなってるしね。最初仕入れ値900っすよ。もうほぼ倍近くないこれ。お願いします、全体の販売。よし、どうよ。現在のお金は12211。あれ買った時が7000ちょっとだから計5000ぐらいの儲けですね。5000シルバーぐらいの。やっぱりうまい。貿易をどんどんやっていった方がいいね。なるほど、遠くから持ってきたものほど。とりあえず重いな、重いというか、まあまあここで 30fps も出ればいい方か。フレームレートね。はい、おいでませ。よいしょ。さて、ではとりあえずベリア村まで貿易をしに行って帰ってきまして、ここでとりあえずね、一旦切りたいと思います。一旦というかね、貿易編終わりということで、まあ他にもね、新しいなんかルート開拓しまして、貿易さらにできるところが広がったら、また貿易編続みたいな感じでやるかもしれませんね。まああの人ちょっと壁に向かって全速力ダッシュしてるのがすげえ気になるんだけど、あんまり近づいてみたら失礼かな。もうめり込む勢いっすよこれ。多分自動オートランとかで突っかかったんかな。いや結構突っかかることあるからねこれ、通れないで。まあ、いや、見なかったことにしよう。会話、私の腰の金がよく見えなかったが、じゃあまあね、とりあえずこの今回はここまでということで、ではまた次回プレイしたいかなと思っておりますよ。ではまた。